時刻は8時を回りました。FM 小座をお聞きの皆さん、おはようございます。6月30日、マイオアシス、これから2時間生放送をお送りします。沖縄市中央パークアベニュー入り口、国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから、金曜日、上条美希がお送りします。雨ですね。何でしょうね、梅雨やっと終わったと思ったら、 なんか。でも梅雨とはちょっと雰囲気がちまう違う雨だけど、雨続いてますね。ピッカーンって晴れたと思ったらバーって降りますね。<laughs> 雨が降る前ってさ。なんかいっぱいさ雨を含んだようなさ雰囲気になるさ。あの空とかがなんか体もそんな感じになるよね。雨降った途にあこれかーって思うよね。 今ま,での今までのこのたまった感じはこれがーって思うよねな <laughs> まあいいんですけれど皆さん今日でねなんと今年も半分折り返し地点ですよちょうど明日からまた上半期スタートじゃない後半期下半期スタートということでなんかね半分来た感じもしないからさえ昨日お正月じゃなかったっていう感じだから。 <laughs> なんかね、半分って言われたらすごくびっくりするんだけど、何もしてないような、いろいろあったような、なんか忙しい上半期でしたよ。ということで、あの、髪が濡れている。めぐみさん、おはようございます。<laughs> おはようございます。上半期は忙しそうでしたね。上半期ね。もうよくわからんまま、終わっちゃったね。もうぐちゃ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 って,やって終わっちゃったよね。 バンみたいな感じで、うん、<め> <laughs> キュってなって終わったみたいな <laughs> あれっていう感じでしたねびっくりしちゃうねはいはい、あ。今日、うん、今日で今週で会うの四回目ですねそうねもみ見慣れたねほぼ一週間会ってないの火曜日だけみたいなねだからよあ私社員だったかっていう感じなんだけど本当に本当にあれあれ 先週ね、あの特番、皆さん聞いてくれましたかね聞いてくれたかな、コメントいただいた方も何人かたくさんいらっしゃったので、嬉しいなと思いながら、教えて北条先生の100回記念を、アイルディスクリニックから生放送でやりましたけど、やりましたね、すごかった。すごかったね やっっぱ忙しそうだたでもうございますでも本当にねスタッフさんも報道先生もねすごいよくしてくれてこんなにもやってくれるっていうぐらいにねラジオとかだったらちょっとね見えない部分もねあったと思うんですけど結構裏はねもうみんなひっきりなしにパタパタしててよね。 次,次はあれあれってやられだったもんね,ねもうね、うん、最初から何もプログラム通りにいかなかったね,ねあ, <laughs> あそこからですね OK オッケー OKOK いいじゃないですかっていうね感じでね <laughs>、はい、楽しかったけれども新聞もね琉球新聞も載せてくれてねもう「永峰さんありがとう」っていう永峰さんっていうんだ長峰さん

すごい絆が、かいも見えますけど。笑っちゃったけど。ね笑っちゃった。嬉しかったですね。いいですね、嬉しいね、本当にね。はい。今日も九時半ごろから。はい。今日のもさ今日の産声の面白かったね。すごいよね。あの二人目ね。あ、そう。あの、うん。そこパワフルな。あの。おばあちゃん登場。そうね、おばあちゃんが。 登場しますので本当に楽しみにしていてください <laughs> ぜひ聴いてくださいはいということで今日のメッセージテーマ発表しましょう今日のメッセージテーマは神半ンです <laughs> 金曜日のテーマはひねりないです、はい、金曜日はもう基本 <laughs> 基本フリーです <laughs> <laughs> あれっって皆さんあの、半分振り返ってまたは明日からのまた半分に向かっていろいろな、ね、今の思いなどなど,など,などメッセージお待ちしています。 メールアドレスは 761-fmcoza.jp までよろしくお願いしますメッセージやリクエストは FM 小座のホームページから直接送ることができます番組表の番組名をクリックしていただくとメールフォームが開きますそちらからもお気軽に参加してくださいそして FM 小座では YouStream とツイキャスで映像と音声をネット配信していますあ、新聞の写真美しかったですよって言ってるけど 「そこまで美しい感じではなかった」<laughs>「先週の特番よかったですよ」ってロドルフさんが言ってね嬉しいですな聞いてくれててね、えー、このねツイキャスユーストリーム <laughs> FM コザのホームページからこの簡単にね いけます見ることができるのでそちらもお楽しみください。そして今日もメグパンのコーナーありますよ。今日は雨降ってるからね、ちょっとパンがふやけて力が出ないかもしれないけれども、カミハンキたくさんたくさんいろんな種類のパンを食べてきました。イキシロメグミ、最初あの呼ばれたことないけどね、はい、今日のメグパン、はい、ヒントお願いします。今日は。はいはい あのなんとえっとねベルガモットさんがですねあ明日まで周年祭を行っているということで何周年ですかえっとね揚ゲ田店が5周年だったかなで宮ト店が3周年だったかな同じ日に作ったんだね多分その期間でということではい周年祭を行っていましておめでとうございますおめでとうございますということであのちょっと。 お客さんに還元ということでね、うん、いろいろキャンペーンを行っているようなので、私、うん、も行ってきました。キャンペーンで目がない恵み感。そうなんです。期間限定に弱いですね。まあまあいいけど、まあいいけれども、<laughs> はいはい。それで、まあ、ベルガモットのパンという。あ、ヒント。のが、まあ、ね、ありますね。ヒントね。Okay、まあ、いつもよりは、分かりやすくはないけど、いいかな。うん <laughs> まだまともでしょ。<laughs> まともではあるけど。まともです。<laughs> 皆さんベルガモットじゃあ急げということで。はい。ああテイクキャンナメグンビメ,メパンのヒントはベルガモットです。はいそうです。パンの方です。<laughs> パンです。一応パンです。それでは今日も8時から10時まで2時間生放送元気に楽しくお送りしていきます。皆さん最後までお付き合いください。 それでは本日のオープニングナンバーをお届けします行きたいですねミーシャで日の当たる場所 お届けした曲はミンシャで日の当たる場所でした。今日のメッセージテーマは紙半機です。メールアドレスは7 6 1アットマーク f m k o z a ドット jp。メッセージお待ちしております。 <Bye. S 2> <My answer. S 1> 時刻は8時15分を回りました。 沖縄市中央パークアベニュー入り口国道三3 0沿いにあります FM 小座のスタジオからマイオアシスをお届けしています金曜日お相手は上条美希ですこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気から六月三十日金曜日今日の沖縄地方のお天気は沖縄地方は 熱帯低気圧や湿った空気の影響で激しい雨の降っているところがありますなお沖縄の北海上にある熱帯低気圧は北に進んでいます本日の本島中南部の天気は雨昼過ぎから曇りところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょうこの後の降水確率は60% 本日の日中の最高気温は30度。風が南西の風、やや強く、波の高さは2メートル、後に1.5メートルでしょう。本島中南部、本島北部では、30日昼前まで低い土地での浸水や河川の増水に注意してください。また、沖縄本島地方では、 発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。すごい雨ですね。止まないね。あいや、傘さしても濡れてしまうね。これね。以上、お天気情報でした。続いて、道路交通情報をお伝えします。まずは、沖縄自動車道からです。沖縄自動車道を西原インターから西原ジャンクションに向けてですね。これはあれかな？ どこ行きかね。上上行き、北行き、南行きともに渋滞してますね、うん。皆さん気をつけて通行してください。続いて一般道です。あすごいね、いっぱい渋滞してる。戸口交差点、高原交差点渋滞しています。また付けらん石井石井でも渋滞です。那覇方面はね。 もうほとんど渋滞してますね逆田交差点からアハチャにかけて渋滞公営交差点前原大蛇名牧港渋滞です皆さん安全運転でお過ごしくださいそれではツイキャスから全国のお天気お伝えしますまずはこちらミーキーメイグ皆さんおはようございますということでチャオカさんです今朝の名古屋は雲が厚く激しい雨が降る 薄暗い朝ですそんな朝を吹き飛ばすメイグパンは甘いチョコチップメロンパンですということでヒント聞いてないでこれ送ったでしょ時間8時だからね <laughs> <laughs> 今日のヒントはベルガモットです続いてルドルフさんはいさあおはようです fm コザ女子会特番おつおつですということでミッキーちゃんメイグーさん今日も元気に大阪は完全に 梅雨空ですおーそうなんだ梅雨入りましたか、えー、23度小雨みたいです最高気温は29度ということで、えー、めぐみさんの、うん、とメグパンの予想はベルガモットのアンパンマンってきてますね、えー、そして NUJ さん上ドメグおはようこちら横浜雨上がりの曇り空ということで予想最高気温は26度。 ん28度おそしてヨーナヨーシーヒロさんおはようございます今日の神戸の天気は一日中雨模様ですって最低気温23度最高気温27度雨やむらしいけど降るらしいですよってどういうことかなや <laughs> んだり降ったりっていうことですかねそうか梅雨入ってるんですかね そして大塚賢治さんおはようございます埼玉県新座市こちらの天気は降水確率50%今雨上がりましたって最高気温27度最低気温22度の予報ですパンのヒント、えー、購入した店かすごいなということでベルガモットのメロンパンってどうですかねそして、えー、アルファウィングさんあこれは舞台予想ですね <laughs> 間違えました 皆さん今日もありがとうございます。fm 小座から見えるお天気ですが、うんなんかね。さっきの大雨よりは。雨ぐらいになってきたんだけど、まだやっぱり降ってますね、えー、国道330は車通り多いですけれどもまあ、皆さんちょっとスピードを落としつつ、スムーズに流れてるっていう感じですね。うん、今日も一日安全運転でお過ごしください。今日ですね。雨メッセージ続いているね。これは誰かな？ ええとおはようございます。をみき様、めぐみ様、沖縄市のつかぴーですって久しぶりですね。つかぴーさん金曜日お会いするの元気かな？上半期ほとんど4月までは入院中でしたって。あそうでしたね。今は自宅にて過ごしていますが、移動手段がなく。 ほぼーの番ですって <laughs> いいじゃないですか今一番楽しみなことはラジオを配聴してメッセージ投稿することかないつもありがとうございます今月も終わり早いですねということでそうかぴーさんすごい怒涛の上半期でしたねそういえばいや退院して今家で過ごされてるということでよかったですよあんまり急がないでねゆっくり直してください ラジオを聞いてくれてるということで、ありがとうございます。劇に行ってみよう。<laughs> 皆さんも今日ね、上半期ということで、メッセージ募集しています。どんな上半期でしたか。また。上半期、下半期に向かっての。ガッツのメッセージみたいな。なガッツっていうなんて言うんだ、これ。なんか下半期に、これやるぞ、みたいな。メッセージもお待ちしています。 メールアドレスは 761@fmkosa.jp です。それではここで曲を一曲お届けします。結命師で始まりの予感。

時刻は八時二十九分を回りました。この時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面から、県と三連協国へ直訴だそうです。直訴だそうです。米軍カデナ基地でのパラシュート降下訓練と旧海軍駐機場の継続使用問題をめぐり県と 沖縄市嘉手納町北谷町で作る嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会は降下訓練の今後一切の取りやめと駐機場使用禁止を求め外務防衛省へ要請することを決めました29日県庁で尾長武知事と桑江幸男沖縄市長遠山宏嘉手納町長 野に正春茶壇町長が会見し発表しました知事と三連協が合同で要請するのは極めて異例で7月7日に上京し外務防衛の両大臣と面会する予定ということですうん三連協会長の桑江市長は米軍の運用を傍若無人と非難負担を直接訴えることは 何としてでも日米両政府に是正してもらう強い思いだと要請行動の意義を強調しましたということです、うん、続いて琉球新報総合面からお届けしますお白タクって聞いたことありますか初めてみき聞いたんだけど観光白タクで再逮捕だそうですよ県警交通指導課と那覇署は29日 国土交通大臣の許可を得ずに観光客を観光地へと送迎し現金を受け取ったいわゆる白タクを行ったとして道路運送法違反容疑で中国人の男2人を再逮捕しました県警が観光客送迎の白タク事業者を摘発するのは初めてですということで逮捕されたのはいずれもあの中国籍の男性だそうですね。 県警によるとこの容疑者は経営には携わっていないという趣旨の供述をし容疑を否認しているということです。両容疑者は6月8日に入国管理局から認められた範囲を超えて働いたとして入管難民法違反容疑で県警と福岡入国管理局那覇支局に逮捕されていたということです。うーん 続いて沖縄タイムス経済面からですいよいよ今日ですハピナハが今日で閉館してしまいます那覇市国際通りの沖縄三越跡で複合型観光商業施設ハピナハが30日本日ですね閉館となります運営する流防商事は跡地の再開発に向けて那覇市や 試験者と協議を続けてていいまますが合意に至っていませんただ那覇市のランドマーク的な場所を空き店舗にさせないという認識では一致しており最善策を模索していることということです。ハピナハは2015年3月にオープンしました。吉本劇場の常設劇場「吉本沖縄花月」「沖縄おもろおばき屋敷」が入居するなどエンターテインメントを充実させました。うーん 閉店に伴い吉本沖縄花月は県内の別の場所へ移転することで調整していますがお化け屋敷は30日で終了します外国人観光客らに人気のポケモンストアはすでにデパートリューを2階へ移転しているということです、えー、FM 小座でもね吉本芸人さんの番組11時台から月金でありますけれども お化け屋敷でバイトしている芸人さんたちどうするんだろうね明日からね <laughs> 結構ねあいや私も去年ねあのー、平日にね吉本新喜劇出てたんだけれども少しの期間だけハピナハー寂しいねあんな一つの大きな建物が閉館してしまうというのは、えー、続いて琉球新報市町村面から沖縄市の話題です 沖縄子どものの国の話ですね動物園や科学体験ができるワンダーミュージアムなどを運営する沖縄子どもの国が花やハーブの植栽にも力を入れ始めています4月には内部組織を改編し植栽担当を配置した環境整備課を設置しました今月15日には園内に自生する植物を活用したブーケ作りイベントを開き 今後は毎月植物に関連した催したを予定しています。園の新たな魅力を発信することで子育てを終えた女性などこれまで来園が少なかった客層を掘り起こしますということですごいね、たくさんの,あのブーケを持った女性の皆さんが写っていますけれども、うん、ーブーケ作りではですね 20年以上ぶりに子どもの国に来た人もいたということです。子育て中のお母さんの平日の息抜きなど、新しい来園者を引きつける魅力を作りたいと意気込んだということです。いいですね。ミキもね、沖縄帰ってきたばっかりの時とってもね、心が疲れていた時にね、お姉ちゃんがなんかね、この多肉植物の寄せ植え講座に連れて行ってくれたわけ。 ああいう時ににさささ植物に触るるとさとっても癒されるねあなんかすごくいいですな沖縄子供の国なんかいろいろ盛り上がってますね。<laughs> ということで以上この時間は「琉球新報沖縄タイムスの朝刊から記事をお伝えしました。トロトロトロ

まずは沖縄手帳からご紹介します沖縄手帳ももうどんどん進んで半分になりましたよ今日は6月30日金曜日大安です、えー、土の絵ね今日旧暦で5月7日ですうん中潮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 今日の満潮は11時37分 今日の館長は、五時五十分、十八時一分となっています。今日の出来事としまして、えー、お<う>宮古島の最高雨天確率日だそうですよ。石垣の最高雨天確率日でもあるそうです。晴れてるのかね、石垣と宮古は。で、今日はハーフタイムで、あ、年の半分来ましたよっていうことですかね。そして、あ、今日のね、琉球新報の四コマ漫画でも言っていた。 1959年うるま市石川宮森小学校に墜落米軍機がですね米軍機が墜落死者17名の大惨事だったということで58年たったって載ってましたねそっかそして2009年 塚山酒造所名護市にあります塚山酒造所が国の重要文化財に指定された日そして2009年首里城お水取り行事の復活に日本水大賞が贈られた日その他の記念日としまして今日はトランジスタの日アインシュタイン記念日<ー>大はいの日だそうです。 今日毎月のそばの日味噌の日でもありますよ。えー、そして1635年将軍家光参勤交代制制定1852年ニュージーランド自治を認められた日1859年フランス人のブローディンさんナイアガラの滝の綱渡りに成功を恐ろしさよ。<laughs> そりゃこんななにに何百年も後にも乗るわな <laughs> <laughs> そして1894年ロンドンのタワーブリッジが完成した日<ー>あそしてこれですね1905年にアインシュタインが相対性理論を発表した日1936年マーガレット・ミッチェルの「風とともに去りぬ」が初出版された日。そして 1945年秋田の花岡鉱山にて強制労働者に対する虐殺,虐虐殺事件が発生した日1951年覚醒剤取締法交付<う>1951年東京に夜間中学校設置なんか今日面白いのがいっぱいあるねあ面白くはないか1966年ビートルズが日本初公演した日だそうです。 今日の誕生日の方、うん、と女優のスーザン・ヘイワードさん、えー、そしてプロボクサーのマイク・タイソンさん、そして元シンクロ選手の小谷美佳子さんの誕生日です。今日の誕生歌はスイカズラ、花言葉は愛の絆です。今日もいい日になりますように。以上、今日は何の日のコーナーでした。 コメント届いてますね今日はですね「上半期」でテーマをお送りしてるんですけれども、えー、中村さん中村義弘さん今日のテーマ「上半期」今年の上半期は「忙しいだけで終わったような気がします」「休みもあったし沖縄にも行けたからまだよしとしようかな」ということで「忙しい」な「なんででしょうね」「よしお正月」ってやって「始まった!」と思って。 もう半分ですよね思い返してみるとさあのさっきもね私手帳を開いてい,いろいろあったんですけれどもたくさんいろんなことあったけれどもあっという間でしたねほんとねそして <laughs> さっきね「あーゴーパチの渋滞いつ終わるんだ」って中野町の和樹さんが言ってます「ゴーパチにいる皆さん混んでるんですかゴーパチ大変ね」。 そしてさっきハピナ派がね「今日で閉館」という新聞の記事があったんですけれども今日であの沖縄おもろお化け屋敷は終わるということでルドルフさんが「親や,やんバイト見つかったかな?」って心配した大ゆみさん,うん言ってますねどうだったのかね <laughs> FM コザバイト募集してますけれどもね <laughs> まあ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 。<laughs> ということでここで。 曲をお届けします。あ、いいですね。ビートルズが初日本初来日した日ということで、ビートルズの曲をお届けします。All You Need Is Love。 時刻は八時四十六分です。六月三十日今日で二千十七年上半期が終了でございます。明日からは下半期のスタートです。 上半期、下半期ってねなんか一応いみくじピーマンだけれどもなんかさ一つの区切りになりますねやっぱね半分切ったかーってなんかなるよねだってなんか毎年毎年お正月も夏も冬も来るけどいい具合にさこの四季が変わるからさなんかやっぱ気分転換になりますね私ねあの何があったかねって今。 ずっとね思い出しながら自分の手帳を覗いてたんですけれども、1月初めてね今年中グスク城址にあ行ったんですよ。人生初そこで演劇を見たのから今年のお正月スタートですね。<laughs> あの中グスク城址でさ今なんか演劇フェスティバルっていうかそういうのをやっててねそれを見に行ったんですよ外の 城跡を使ってこのやってたんですけどとっても素晴らしいものを見たったんだよね今日ね今のところね毎月っていうか毎週ぐらい演劇いっぱい見てるんですけれど私今のところこの上半期で26個見てる<個>演劇 <laughs> <laughs>、うん、去年はね40個ぐらい舞台見てたわけよ全部数えたらね今年ね 上半期26個見てるねそれプラス、あのー、ライブとかね映画もたまに行ってるから結構ねステージを見てるんだなまた自分で行った歌手のライブ以外にも、あのー、ライブハウスでバイトを始めたからね最近いろんなものを、ね、見て勉強になってるんだけれどもあの那覇にありますアウトプットっていうライブハウスでバイトしてるんですよたまーにねたまに。 おお酒酒とかか作っったたりりりさあのチケットの売りやったりお酒っていうかドリンクだねドリンク販売したりあのチケットも大喜利したりしてんだけれどもドリンク作りながらさ曲聴くとさやっぱさ聴、うん、け,けたり聴けなかったりするわけでも最近さとってもすごい人がいてポーンって楽器の音が鳴っただけでドリンク作,作りながらでもあすごいって思った人がいたわけ。 最初一応になっただけでも誰かなってずっと聞いてたらあた、ね、とってもさあのドリンクコーナーにまでちゃんと顔も見えないのにさドリンクコーナーまですごく届きよったあの人の三味線も歌も顔見なくてもやっぱすごかったね。 あのミキのねドリンクカウンターからお客さんの顔が見えるわけさミクさんも来てたんだけど<ー> <laughs>、うん、でねみんながね同じ顔して見てた舞台をそういうのって珍しいんだなと思ったんだけど、うん、いろんな顔していろんなね体勢でみんな大体見てね好きな感じで見てるんだけどライブって荒井由さんの時みんな同じ顔して舞台になんかさみんなさ あのー、夜,夜月を見る顔をして舞台見てたみんなみんなが同じ月に照らされてるみたいな顔をして舞台見てたお客さんが <laughs> 分からんけど <laughs> あああれはね何か素晴らしいなーって思ったねで「テントを頑張ろうかいさんがコメントで演劇好きなの?」って言ってますけれど。<laughs> 私の、ね、演演劇劇好きなんでですよ。あの演劇やっててましてね。そうそうう、自分でもやってるんですよ。うん、今年はね前半にねこの泣き陣にあるビーチロックビレッジという、ね、ところにある劇団ビーチロックという皆さんと一緒にゲストで呼んでいただいて演劇やったりまた即興お芝居の演劇に出たりしたんですよ。<laughs> <laughs> うん、また後半もね上半期もあ下半期も今のところ23個出る予定ですので皆さんその時はあのお知らせしますから是非見に来てください。<laughs> アルファビングさんが「那覇のアウトプットカーテて最近だとカンナさんのスポーツトークイベントアウトプットナイターは行きましたよ」「予想以上に楽しかった」ということでそうそうそう音楽ライブ以外にもねこういうトークイベントとか。 あのサイン会とかねいろんなことやってんですようんそう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 いろいろ面白いあのライブハウスですよ <laughs> メグパンの予想もいっぱい来てますねアルファウィングさんが「メグパンの予想ベーコンチーズブレッド多分外れると思うけど」って言ってるねどうかねそしていっぱい来てたんだけど埋もれてしまってるねどこだったかな <laughs> あそして野の中の銀のホタルさん今日のメイクパン,スイ,カバウンスイカパウンドケーキパンってもうパウンドケーキなのかパンなのかわからんわ <laughs> <laughs> なんでスイカよ <laughs> そして与那城さんよしひろさん今日のメイクパンはくるみとリンゴパンと予想って言ってるねおおちょっとありそうだねベルがもっとね、えー、そして <laughs> あと この辺かなこの辺かなあとは言ったねあの曲がりなりにも女優らしいって店頭さんが言ってるけどいや違うんですよあのなんかねまだない役者とも女優とも言えないぐらいの規模 <laughs> 一応でも演劇は頑張っている是非 <laughs> 見に来てくださいね <laughs> この前ねそういえばこの前っていうか先週マイオアシス女子会やったんですよねうん あのー、新しく水曜日にクララさんだったんはるなさんが、うん、<laughs> 水曜日にね小野春るさんが新しく入ったじゃないですか。うん、ということでみんなでさあの懇親会しようって開かれた「マイオ,オアシス会」あったんですけれども、えー、ドタキャンがね2件発生し,した <laughs> <laughs> でも楽しく、ねあのー 実は眉あしシス会何回か開かれてるんだけどミキ行,った行けたの初めてだったんだよねそう,そう初めてだったわけよだからサリーさんともあずささんとも実はそんなに会ったことなくてで春菜さんも初めてでで春菜さんとあのメグパンと <laughs> パンとでミミリパンのミミパンパンのミミリと。<laughs> なんかか楽しかったですねすごい屋上のねところでみんなでバーベキューしながら景色が良かったんだけれどもいろんな話飛び出してねあなんかいいもんだなって思ってすごく楽しかったですよ集合助手会って言われてますけど私お酒飲んでないですからね平日だしいやこういうの大切だと思ったねなんかすごく楽しかったねみんな明るくていい人だったね <laughs> <laughs> 月金でね同じ時間帯でやってはいるけどね会う機会ってないからね,、うん、ねまたなんか上半期に向けて開催したいですね。うん、下半期ね <laughs> ということで時刻は54分ですよ8時そろそろ8時台終了ですけれどもこのあと9時台は、うん、何があったかな9時台。 ハイサイ沖縄シティ女子会でもマイオアシス会でもすげえハイサイ大変だよなっていう話題になりました <laughs> もうハイサイいろあのみんなねあの他の曜日聞いてる時に「あい間違った」って言って笑ってるって言ってたねで9時台はハイサイ沖縄シティそして、えー、金曜日は9時半から i l d スクリニック「赤ちゃんいらっしゃい」のコーナーなどなどありますよ。 九時台も元気にお届けします何か曲かけるあ、お、いいですな初めて聞くな、えー、チャンネルはそのままでということでエンディングはビッケブランカでしわし幸せのアーチお届けします 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは、沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報を沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りします。はじめに、おたふく風ぜ、抗皮予防接種のお知らせです。 沖縄市では、行政措置予防接種として、おたふくかぜの予防接種を次の内容にて、全額公費、無料で実施しています。対象者は、本市に住民登録があり、接種を希望する1歳児です。対象者には通知書を送付しています。実施期限は、平成30年3月31日土曜日です。 接種場所は指定医療機関で行います。予診票は各指定医療機関にて用意しています。指定医療機関は通知書に同付された一覧表でご確認ください。接種回数は1回。接種費用は無料です。実施期間内に指定医療機関にて接種を受けた場合に限ります。問い合わせは 子ども相談健康課・予防係まで続いて国民年金保険料は納付期限までに納めましょう平成29年4月分から平成30年3月分までの国民年金保険料は月額1万6490円です納付方法は 日本年金機構から送られる納付書を使い金融機関や郵便局、コンビニで納めることができるほかクレジットカード、インターネットなどを利用した納付や納め忘れの心配がない便利な口座振替もあります納付期限までに未納となった場合早期に納めていただくよう日本年金機構より書面による案内を行っております 未納のままの場合延滞金を課すだけでなく納付義務のある方の財産を差し押さえすることがあります早めの納付をお願いいたします保険料の納付が困難な場合は経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合納付が免除される制度や猶予される制度があります小座年金事務所または市役所 国民年金担当へご相談ください。お問い合わせは、小座年金事務所、電話933-2267、または市民課、国民年金担当までお問い合わせください。続いて、児童手当・現況届についてお伝えします。平成29年 6月1日現在、沖縄市で児童手当を受給している方は、児童の養育状況などの届出が必要となります。現況届の提出がない場合、児童手当の支払いが差し止めになります。ご注意ください。混雑が予想されるため、指定日を設けております。指定日に来所できない場合でも、期間内であれば受付可能です。 提出は本人及び配偶者、同居の親族に限ります。提出は本日6月30日金曜日までです。時間は午前8時30分から午後5時15分まで。場所は子ども家庭科です。持参するものなど詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは 子ども家庭課児童手当担当まで続いて倉浜リユース市 in 沖縄市のお知らせです粗大ごみとして出された再利用リユース可能な家具などを無料で提供します期間は7月11日火曜日から 十三日木曜日まで。時間は午前九時三十分から午後一時四十五分までです。申し込み提供数は一人一日一点となります。申し込み多数の場合は抽選になります。場所は沖縄市役所一階展示コーナーです。対象者は沖縄市技能案市。 茶谷町に住所を有する方、営利目的は不可となります。詳しくはお問い合わせいただくか、倉浜衛生施設組合公式サイトをご覧ください。お問い合わせは、倉浜衛生施設組合総務課企画係まで。電話。九三七の九九四二。九三七の九九四二番までお問い合わせください。 続いて沖縄市文化協会主催島くつば片矢びら沖縄市大会出場者募集のお知らせです島くつばの保存と継承を目指す島くつば片矢びら沖縄市大会への出場者を募集します優秀な成績を収めた方は9月18日に開催される県大会に沖縄市の代表として派遣されます 日時は7月30日日曜日午後2時から5時まで行います。場所は社会福祉センター集会室。募集する部門は1、児童生徒の部2、一般の部となります。児童生徒の部は中学生まで一般の部は高校生以上となります。テーマは、 自由です申し込み締め切りは本日6月30日金曜日午後5時15分までです申し込みお問い合わせは沖縄市文化協会まで電話932-6883 932-6883番までお問い合わせください続いて 楽しく階段利用健康応援兵庫大募集のお知らせです。階段を上ることが楽しくなるような標語を募集しています。兵庫は沖縄、市役所庁舎内などに掲示し、市民及び職員の会談利用の促進と健康増進に役立てます。募集期間は7月4日火曜日まで。対象は市内在住。 在勤の方です兵庫の規定は20時以内の階段利用を施すような標語となります応募方法は兵庫、ニックネーム年代を記入の上メールまたは応募箱、応募袋に投函してください応募箱の設置場所は市民健康かまど口市役所中央階段横 市内各公民館健康応援店に設置されていますメールアドレスは a47 健康アットマ k クシティドット沖縄ドット沖縄ドット JP です詳しくはお問い合わせください申し込みお問い合わせは市民健康課健康推進係まで 以上、ハイサイサ沖縄シティ、このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしました。 Bye. My outfit. Oh. 時刻は9時12分を回りました9時台も沖縄市中央パークアベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからマイオアシスお届けしています金曜日お相手は上条美希ですここで沖縄地方の天気道路交通情報をお伝えしますまずはお天気から6月30日金曜日今日の沖縄地方の天気は 沖縄地方は熱帯低気圧や湿った空気の影響で激しい雨の降っているところがありますなお沖縄の北海上にある熱帯低気圧は北に進んでいます、えー、本日の本島中南部の天気は雨,雨だ、ね、昼過ぎから曇り ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょうこの後の降水確率は60%本日の日中の最高気温は30度風が南西の風やや強く後に南の風波の高さは2メートル後に1.5メートルでしょう本島中南部本島北部では 三十日昼前までい低い土地での浸水や河川の増水に注意してくださいまた沖縄本島地方では発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してくださいうんあのねちょっと止んできたねさっきまですごい大雨だったんだけれども今小雨ぐらいになってるこのパークアビニューから見えるあれですけれども 以上お天気情報でした続いて道路交通情報をお伝えしますまずは沖縄自動車道からです沖縄自動車道うーんとほぼスムーズに流れてますけれどもちょっと西原インターがですねちょっとだけ渋滞してるみたいですねあとはスムーズに流れてます続いて一般道です一般道はあやっぱりまだ渋滞してますね沖縄市方面は 目立った渋滞混雑は見られません。えー、那覇だと坂田交差点アハ茶渋滞、公営交差点前原でも渋滞です。えー、そしてあ、そしてグスクママキミナとオージャナも渋滞しています。うん、皆さん今日も安全運転でお過ごしください。雨ですね。 えこんなに天気はっていうかやっと晴れたのに雨が続きますな、最近な土日、バーベキューとかねこのビーチパーティーとかもそういう予定がある人も多いと思うんですけれども晴れてほしいね雨,、まあ、雨は日焼けしないからちょっと私は、ね、曇りくらいがいいなって思っちゃうんだけれども、うん、昼に海え、来たくねって思っちゃうんだけど。<laughs> でも、どうせなら晴れてほしいな。やっぱり気分も晴れますからね。ということで。曲を。一曲。お届けします。な、うん何だろう <laughs>。いいね。それでは。寝言で。ダンサーインザ。花びら。お届けします。 お届けしたのは寝言でダンサーインザ花びらでしたここで FM 小座よりスポーツ大会のお知らせです昨年ご好評をいただきましたスポーツ大会今年も開催します 今回の種目はドッジボールです <laughs> なおお子様や女性の方にはハンデをご用意させていただきますので安心してご参加ください日時は7月15日土曜日受付12時30分開会は午後1時閉会は午後4時となります場所は沖縄市運動公園多目的運動場です参加費は無料ですご参加にあたりまして事前の予約が必要となります ご来局電話メールいずれかの方法でご応募くださいなんと受付締め切りが本日6月30日までとなります期日内の応募のご協力よろしくお願いしますということでこれねチーム決めとかあるらしいんですよだから皆さん迷っている方もどうしようかみたいな方もあの応援隊でも OK らしいですよぜひ気になっている方は今日までですので応募よろしくお願いします

皆様のご参加お待ちしております。以上、FM 小座よりスポーツ大会のお知らせでした。続いて、FM 小座よりお知らせです。<laughs> 2017年8月5日土曜日、FM 小座ナイトインビアバイキングのお知らせです。ステージイベント抽選会あり、お友達を誘って参加しましょうということで、飲み放題、食べ放題バイキング、なんだろう。発泡酒は一切使用しておりませんってよ。 これ結婚式場ニューサン話で行われるんですけれどもあのー、ビアナイトステージイベントねきっと FM 小座でこのパーソナリティの方にアーティストとかいっぱいいますからねその方たちがライブすると思います皆さんとっても楽しいと思いますよ是非ご,ご参加くださいね。 これ料金大人3000円ですで子ども料金は中高生2000円小学生1500円3歳以上のお子さんは800円となります前日までに予約でですね大人3000円は200円引きとなります時間無制限ですので是非皆さんご参加してくださいえー、っとこれ予約は FM 小ザまででいいのかビアバイキング日刊、そうだね FM コザナイトは8月5日です、ね、FM コザまで0989348653までお問い合わせください。ということで7月8月 FM コザイベント盛りだくさんですので皆さんぜひ参加してから盛り上げていきましょうね。以上 FM コザからお知らせでした。 では、この時間は、上条美樹のエセクソタロットのコーナーでーす <laughs>。なんかカッチャンさんから、変な女子高生みたいな。猫のなんかコメントが届いてる、何でこれ。乗っ,れの乗っ取られてるね。<laughs> 今度は猫好きのアイドルに恋したかな。怖ーい。<laughs> 本当怖ーい。<laughs> まあ、いいですね。いろんな人の良いところを察知して、すぐ乗り換えるというのはいいと思いますよ。エセクソはエセクソコールが起こってますね。ありがとうございます。店頭さん、いつもこんな時だけありがとうございます。<laughs> 早いよ、皆さん、番号まだ引いてないですからね、私。引いてからにしてくださいよ。このコーナーはですね。あのー。私がですね。絵を描いた。 私実はタロットカードでできないんですよ <laughs> 占いカードって言ってるだけでただ私がですね紙紙をこの紙からねハサミで形を切った作ったそして絵を描いたカードをですね占いカードと称して40枚ぐらい全部であるんですけれども占っていこうというカードで「エセクソタロット」のコーナーですね最初はエセタロットって言ってたはずが。 エセクソでたらめたカロタロットカードみたいな言われ出してですねもう自分でも認めていってしまってるっていう次第でございますそれでは今日も3枚カードを引きますから皆さんあ何枚何枚って言ってる何枚がいいですか3枚でいいですか今日も店頭さん <laughs> ねどうする今日今日はじゃあ5枚引きますかスピードでいこう じゃあ今日5枚引きますから皆さんこれって思う番号を当ててみてくださいそれでは行きますよ1枚引きました2枚目引きました3枚目引きましたそして4枚目引きましたおはようございますそして5枚目引きました皆さん何番にしますかお、三宇丸さん5番ありがとうございます5番引きましたね皆さんも選びましたかあ、テント頑張ろうかいさん4番 OK です それではめぐまるさん何番にしますか 3OK <laughs>、OK、ドールさんがゴーバンプ・オブ・チキンで言ってますけど <laughs> 混乱してるよ何かが <laughs> 恋するかっちゃんさん2番 OK じゃあ私あ大塚健児さん3番 OK じゃあ私は何にしようかな久しぶりに5枚引いたから5にしようかなでも1がいないから1番にしようかな自分は直感じゃないっていうね <laughs> <laughs> そして柚代さん3番それでは1番から引いていきます1枚目タランあいいカードですよ1番目そろそろ天気も晴れてきたということで何かねあの心から心がね花びらが開くようにこの自分が自分から発信していって楽しいことが起こるっていう。 カードが出ましたよ。なんか柔らかな風が吹くかも。ちょっと心が荒れた上半期。いろいろ振り返ってみると、実は楽しいこともいっぱいあったんじゃないですか。思い出して、嫌なことは忘れてから忘れてしまいましょう。あのね、はい、忘れたって言ってしまえば忘れたことになりますから。うん、大体嘘つきがさ得するんですよ。<laughs> それでは2番目いきますよ。2枚目タラン。あ、枚目の方はね、ちょっと。 えー、傷ついているカード傷ついてるというかねあの心がちょっと二極化ですねあの冷静に本当は頑張って情熱的に生きたいんだけれども現実とかあの社会とか冷静さが邪魔をしてっていうもうどっち選べばいいのっていうカードですねうーんどっちでもいいんだったら自分の好きな方を取った方がいいですね。 冷静に考えて、あ、これだっていう情熱に生きたいならそれは正解だと思いますね。うん、意味わからんけど、ちゃんと自分で考えた結果なら何でもオッケーっていうことですね。<laughs> うん、捕まらないこと以外。それでは3枚目引きますよ。タラン。な三枚目の方はね、えー、っとですね。まあ私はね、こういうの嫌いじゃないです。 自分の世界にこもっていろいろエネルギーチャージする、あのー、暗,い暗くてね自分の世界をこもって楽しんでいる人のカードが出たんですけどこれはあのー、ニートとかね暗いっていう意味じゃなくてちょっと心休憩してるぐらいですね自分の楽しい世界を楽しんでいるっていうカードですねそれもいいと思います。 ちょっと遊び疲れて外に出すぎた人は一旦戻って、あのー、また自分でパワーチャージしてから行くっていうのもいいと思うんですね。うん、なんか一人でね誰かと過ごすのもいいけど一人で過ごしてなんかほのかな幸せを過ごすのも大事ですよ。うん、そういうのはいいですよ。一人って思わないで今はエネルギーチャージと思ってやってください。うん、知らんけどそれでは4枚目の勝ッいきますよタラン あ4枚目の方はねいいカードですなんか心がねがっちりあの何、ー、て言うの合う仲いい人が現れるもしくはそういう人と過ごすといいと思いますなんか心の穴が埋まるようなことがあるかも5枚目の方引きますよタラン あ今日暗いカードといいカードが混雑してるな5枚目の方はねやけぼっくりに気をつけてってことですねウェーイって言ってからあの前半戦終わりだぜしかも金曜日だぜっていうことであの今日あんまり羽目を外さないように <laughs>、うん、あんまりにねあの楽しみすぎてね 自暴自棄になると大変ですからねあの爽やかな方の楽しみ方にしてください。ということで皆さん今日は5枚引きましたけれどもどうでしたか恋するかっちゃんさんがさっきから「ウェーイ!」って言ってんだけど何だろうねあなた何番で言ってましたかもう私忘れちゃったんですけど <laughs> 皆さん今日もあの今日もというか今週末もですね楽しく過ごしてください。明日日から7月1日 下半期、下、後半戦スタートです。頑張っていきましょう。以上、上条美希のエセクソドロットのコーナーでした。CM の後は、アイレディースクリニック赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生のコーナーです。お楽しみに。